アクサ生命はこれまで医療保障を最低限を掲げ、従来の入院・手術などに対する金銭的な保障に加えて、アクサメディカルアシスタンスサービスを提供することで、専門医に出会いたい、精神的な不安を解消したいというお客様の思いを実現してまいりました。今回、この医療保障を最低限をさらに推し進めるべく、新しい商品をご提案いたします。健康を支援する予防・早期治療サポート、困難な病気に立ち向かう方を応援する患者申し出療養サポートです。いずれも医療保険・がん保険と合わせて広い保障範囲をご提供できる安心の保険です。さあ、あなたの変えられる未来のために、アクサ生命。今村聡、日本医師会の副会長である。1951年生まれで秋田大学医学部を卒業。その後、三井記念病院などの病院勤務を経て、91年から東京都板橋区の医療法人社団総進会今村医院院長、板橋区医師会副会長、東京都医師会理事、日本医師会常任理事を歴任し、2012年から同医師会の副会長として、生活習慣病の重症化予防や医療制度全般の改善に向けて日々取り組んでいる。そんな今村聡先生に、国が定めた重症化予防と患者申し出療養について聞いてみた。生活習慣病と言われているものの代表的なものは、糖尿病、そして高血圧、脂質異常、脂質っていうのは油分ってことですね、コレステロールとか中性脂肪の異常みたいなものが代表的な疾病ですけれども、その他に皆さん高齢化をしてくるとですね、骨や関節や筋肉がこうだんだん弱くなってくるという加齢に伴うような、そういった疾病も重症化を防ぐための疾病というふうに考えられます。広い意味ではがんなども生活習慣によって起こってくる場合もありますので、喫煙であるとかですね、そういうものががんを誘発するっていうふうに言われてますけれども、それも広い意味で言えば、生活習慣の病気ということが言えるかというふうに思います。特に生活習慣、例えば運動不足であるとか、食事の内容であるとか、睡眠が十分できないとか取れないとかですね、あるいはさまざまな今ストレスが多い社会の中で、そういった生活習慣によってで様々に体の中に変化が起こってくることを、自らが自分の健康に注意を払って早い時期から予防していくことが、国民の皆さんにとっても良い人生を送ることができるということにもなりますし、結果として医療費や介護費などの社会保障費というものがですね、どんどん増えていくということをある程度抑えていくことができると、そういう限られた財源の中でより良い医療を受けていただくためには、国民の皆さんにも病気になる前にできるだけ予防に取り組んでいただくと。糖尿病というのはですね、予備軍も含めるともう2000万人弱ぐらいいるというふうにこう言われているんですね。で、病気って皆さん痛いとか苦しいとかっていうことがあると、自分の体に変化が起こっているってことが分かるので、医療機関にかかるということあるわけですけれども、糖尿病というのはよほどその重症化してこないと自覚症状があまり出てこないと。糖尿病の代表的な合併症というのは3つありまして、1つが網膜症といってですね、目の中の網膜というところに病気が進行すると、これ今失明の一番大きな原因になっています。それから腎臓に変化が起こってくる糖尿病腎症というものが起こると、尿を作ることができなくなってしまって、人工透析といってですね、これはご本人にとっても大変な負担だし、医療費も1人当たり年間500万も600万もかかるというふうに言われています。からもう一つが神経障害といってですね、
まあ、足の裏がしびれて感覚がなくなる、手の指先の感覚がなくなるというような、まあ、そのしびれてるぐらいだったらいいんですけれども、結果的にそのことによってですね、大きな異常が起こった時にそれに気づくことが遅れて足を切断しなきゃいけないというような、非常にこう悲惨な状況になるということがあります。でその他に動脈硬化といってですね、血管が硬くなって血の流れが悪くなったり、血管が切れやすくなったりするような原因の大きなものがその糖尿病と言われていて、結果的に脳梗塞とか脳出血とか、あるいは心臓に起こる心筋梗塞とかっていうですね、非常に重症な病気の原因に糖尿病がなっているわけです。で今回その厚生労働省と協定をまあ結んだという、その一つの目標というのがですね、糖尿病腎症による人工透析の予防ということを、まあ、目標に掲げているわけです。まずは分かりやすいその糖尿病腎症というものにターゲットを絞って、まあ、国と医師会、そして多くの医療関係団体が参加している糖尿病対策推進会議というものがですね、まあ、国を挙げて連携をしてもう取り組んでいこうという、いわゆるもう本当にスタートについたということだと思います。まあ、骨粗しょう症っていうのはどちらかというと、その男性と女性という性別で見ると女性に非常に多い病気です。で女性の場合にはその骨の代謝、新陳代謝にそのエストロゲンという女性ホルモンが大きく関与していて、まあ、閉経をしてその女性ホルモンの量が減ってくるとですね、いわゆる骨がどんどん壊れていくスピードが非常に速くなります。よく一般の方はあのカルシウムを取ればですね、骨が丈夫になるというふうに思われていますけど、あくまでカルシウムって骨を作る材料なので、例えばセメントの粉だけあってもコンクリートのお家はできませんから、そのカルシウムという材料だけ取っても骨ができるわけではないんですね。骨粗しょう症が進んで骨折を起こすとですね、本当に寝たきりにつながったり、あるいはその転ぶことが怖くなって外に出たくなくなるとかですね、まあ、気分的にも非常にその前向きでなくなりますし、やはりその骨折をすると非常に痛みも強くてですね、生活の質が落ちてくるので、まあ、ぜひともその早めにですね、骨粗しょう症に対する予防ということに皆さん目を向けていただければというふうに思います。それから予防といってもですね、いろんな方法があるので、やはりあの自己流の判断ではなくてですね、正しい科学的な根拠に基づいた予防というものに取り組んでいく必要があると思っています。そのためにはですね、皆さんにぜひお願いしたいのは、信頼できる自分とコミュニケーションがよく取れるかかりつけ医を持っていただいて、やっぱり医師の皆様はきちんと科学的な根拠に基づいた予防法というのもよく熟知をされておりますので、よく相談をしてですね、予防に取り組んでいただければと思っています。そのことが結果として、まあ、人生の中の質を高めていくということにつながってまいりますので、そういう意味で、皆さんぜひその予防ということにですね、もっともっと自分の健康に留意して予防というものに目を向けていただきたいなというふうに思っています。日本の制度の中では原則として公的な医療とそれからそうでない自由診療を同時に受けることはできない。これはあの混合診療、混合というのは混じってるという意味ですけど、公的なものと公的でないものを混じらせて医療を同一に受けることができないという原則があります。まあ、しかしながらそうは言ってもですね、まだ保険で認められていなくても有効性や安全性が保障されていると、でさらにはいずれ公的な保険に入っていくということが予想されている治療法については、あるいは薬についてはですね、一定のルールのもとに公的な保険とそうでないものを組み合わせるということが認められているわけです。評価療養と言いますけれども、さらに、まあ、患者さんからこういう今いい薬がどうもある、あるいはいい治療法があるんだけど、これをそういった仕組みの中でですね、使ってもらえないだろうかということをですね、患者さんから申し出るということでですね、公的な医療とそうでない、まだ
公的な保険として認められていない医療を組み合わせることができるようにしようと。今回の患者申し出療養は患者さんが申し出てからですね、実際にその医療を受けられるまでの期間がかなり短縮をされていたり、あるいはそれを実施できる医療機関もかなり拡大をされていて、患者さんからするとですね、そういった医療を受ける機会が増えたということで、まあ、メリットがあるというふうに、まあ、考えられています。まあ、従来はですね、医療提供者は、まあ、医師の側からですね、こういう治療法が海外にある、あるいはこういう薬があって、あなたもしくはあなたのご家族が今の現状の保険の中で認められている医療だけではダメで、こういった薬を試してみたいんだけれども、これは保険が効かないけれどどうしましょうというようなことが現実にあったと。でこれはあくまで医療提供者側からそういったことを申し出ているわけですね。そうではなくて患者さんの側で、実は、そのいろいろインターネットを見ていたらこういうことがあったけれども、私の父にもこういう薬は使えるんでしょうかとか、あるいはこういうものを雑誌で見たんだけれどというような患者さんからのその申し出っていうことが今回のこの制度の一番の大きな特徴になっているわけですね。これにつきましてはですね、やはり何でもかんでも患者さんからお話があればそれでできるということではありません。一定のやはりちゃんとした有効性や安全性についてちゃんとした専門家がですね、議論をしてそれを認めるかどうかということが決定されることになっています。この制度のですね、大事なところはいずれこういったお薬技術等もですね、公的な保険に入れていくということが前提にまずなっています。ただし現状ではですね、その患者さんにとって組み合わされている公的な保険の部分はいわゆる従来通りの公的保険、つまり患者さんの負担は少なくて済みますが、そうでないいわゆる自由診療の部分、患者さんから申し出られたお薬や治療については全額自己負担ということになります。がん、脳卒中、心筋梗塞や骨粗鬆症、心配だわ。どんな治療方法が適切かすぐには分からないけれど、早期に治療を開始すれば重症化を防ぐチャンスも広がるはずなのに。そうよね。今は健康だけど、かかってしまった時のことを考えるとやっぱり早期治療は重要だと思う。将来どのような保険が自分にとって必要か考えてしまいますね。命が危ないとなった時にやっぱり選択肢をもっと増やしたいと思うはずなんですよね。最新の治療を受けられます。新しい治療法や薬を使った医療技術が受けられます。そういうのも保証してもらえるならどんどん前向きに治療に向かえる。お客様が保険に求めることは様々。今の医療保険だけではお客様のニーズに応えられないのも事実です。そんな声をもとにこの保険が生まれました。今従来のデータ処理では不可能な大規模で複雑な情報をビッグデータが注目されています。医療や保険分野でもいかに有効に活用していくのかが問われています。そうですね、ビッグデータさまざまな事業に大きなインパクトを与えると言われていますけれども、私は生命保険事業にとってはこの事業のコア中核を変えていく存在になり得ると。生命保険というのは2つの大きな大前提に基づいて作られていますよね。一つは同じ年齢同じ性別の方は同じリスクを持っている。二つ目の前提は人の生死あるいは病気
怪我っていうのは全て偶発的に起こって、それを従前にコントロールすることはできない。この2つの大きな前提が今の生命保険事業を作ってきています。これは事実でしょうか？私は事実だとは思っていません。例えば同じ40歳男性の方のリスクっていうのはみんな同じでしょうか？皆さんがご存知のように一人一人のリスクには個体差があります。生活習慣によっても変われば、その人の置かれた状況、ストレスによっても変わりますよね。これを全ての人は知っていながらも、これまで生命保険事業というのは同じリスクだという位置づけで保険を作ってきました。ビッグデータの活用によって、これらがデータ化されることによって、まずこの前提は崩れるでしょう。人の生活習慣によって起こる怪我も違いますし、そのリスクも異なります。で、こういったものは人々の生活スタイルによって大きな影響を受けているわけですけれども、これまではそういったデータを我々は目の当たりにすることができませんでした。さて、こういったデータがビッグデータという形で集まってきたとします。人のリスクは一人一人が異なるものであり、そして病気ですとか怪我とか、あるいは人の精神に際しても従前にそのリスクを予想できる時代、こういったものがやってくるんじゃないかと思います。また人の生死、病気怪我の発生というのは本当に全て偶然の産物なんでしょうか？私はそうは思いません。確かにいくつかの病気や怪我はコントロール不能なものもあると思います。しかし考えてみてください。慢性疾患の多くはその人の生活スタイルに大きく関わっています。その生活スタイルが長く続くことによって、重大な病気を発生する人もしない人もいらっしゃいます。また同じ生活習慣病にかかった方でも、その後の治療の状況、あるいは治療の選択、あるいは病院の選択、それによって大きく予後が変わる、皆さんご存知ではないでしょうか。生命保険会社というのは実はことが起こった後だけではなくて、起こる前に大きな使命があるんじゃないかと思っているんです。もし保険会社がお客様のデータを幅広く集められたならば、きっとこれからの保険会社はお客様の大きな病気や怪我の予防、そういったところに対して何らかの貢献ができて、そしてお客様のもっと幸せで楽しい人生をサポートできるのではないかと思っています。ビッグデータは大きく3つのエリアを変えていくと思います。まず商品という面で言いますと、まず一つは適正な公平な保険料率を提案する。人々の個体差に応じた、健康状態に応じた、より公平な保険料率が提案されていきます。給付面では一つは予防のコンセプト、これが非常に重要になると思います。お客様の病気の芽を、怪我の芽をより早く見つけ、そしてそれに対して適切な対応を取っていく。また適切に対応するという観点ですと、どのような治療の選択肢がお客様の目の前にあって、それによる治療効果がどういったものになるのか、そういった選択肢を確保してお客様の正しい選択をサポートする、そうしたアドバイスも必要になると思っています。またサービス面はどうでしょうか？従来ですと保険会社のサービスは何かことが起こった後の部分にフォーカスされてきました。これからはお客様がより安全に、そしてより豊かな人生を送れるために、病気の予防ですとか怪我の予防、そういったところをサポートし、パートナーとしてお客様の幸せに向けてサポートできるようになるのではないかと思います。また営業のあり方も変わるでしょう。これまでは正しい保険に入っていただくためのアドバイス、そういったところに主眼が置かれましたが、これからはより幸せな人生を送っていただくために、健康に生き続けられるためのさまざまなアドバイスを提供できるのではないかと考えています。
これまでアクサ生命ではお客様を保険を超えて守りたい、そうしたコンセプトのもと、お客様が病気怪我になる前、予防の領域、そしてなった時、そしてなった後、予後ですね、この3つの期間をサポートしたいと考えてまいりました。従来からある保険はその病気怪我そのものを保証しますが、我々保険業界がこれまで提案した商品の中には、予防の領域や予後をサポートする領域は非常に限定的なサポートしかできてきませんでした。さて今回の新商品では、従来これまでフォーカスされなかった病気怪我を予防する領域、そして重い病気に罹患した後、その予後をサポートし回復に導く、そうした2つの領域にフォーカスをして商品を開発いたしました。この度私たちは医療保障を最低限をさらに推し進めるべく、2つの商品を販売いたします。健康を支援する保険、予防早期治療サポート、困難な病気に立ち向かう方を応援する保険、患者申し出療養サポート、いずれの商品も医療保険、がん保険と合わせてお持ちいただくことで、お客様により広い範囲の保障を提供いたします。これまでの医療保障との保障範囲の違いは、予防早期治療サポートは入院・手術の必要がない重症化予防疾病の初期治療についても保障します。患者申し出療養サポートは保険外併用療養費制度として新たに制度が始まった患者申し出療養を保障します。年を重ねるごとに医療費は増えていきます。実際にどんな病気でお金がかかっているのかを見ると、生活習慣病や骨・関節の疾患などの重症化しやすい疾病が中心です。重症化しやすい疾病の代表的なものに糖尿病があります。糖尿病は血管が傷つく病気のため、治療をせずに放置すると失明し光を失う可能性や、糖尿病性腎症となり週3回1回4時間の人工透析治療が一生涯必要になることもあります。糖尿病以外にも骨粗鬆症や関節リウマチを放置すれば介護状態につながることもあります。肝硬変を放置すれば静脈瘤が破裂しショック死に至ることも。そこでアクサ生命は投薬通院などの治療の初期段階を保障する予防早期治療サポートを開発しました。治療の初期段階からの給付金支払いにより病気の重症化予防をサポートします。国が認めている診療を保険診療といいます。支払い額も一般は3割、そして保険診療の適用外の治療を自由診療といいます。自由診療の治療や薬剤を保険診療と同時に受けると、保険診療の部分も全額自己負担になります。例外的に保険診療との併用が認められているものがあります。その一つが2016年4月に社会保障制度の新制度としてスタートした患者申し出療養制度です。患者申し出療養制度は困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、先進的な医療について患者の申し出を起点とし、安全性・有効性などを確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするものです。患者申し出療養制度により患者の方の治療の選択肢が増えることが期待されていますが、患者申し出療養にかかる技術料は全額自己負担となるため、
金銭的な負担も大きくなりがちです。そこでアクサ生命は患者申し出療養の技術料をサポートする商品を開発しました。患者申し出療養サポートは、患者申し出療養として実施された療養を受けたときに、その技術料と同額の給付金をお支払いします。入院・手術を一生涯保障する医療保険に、通院から保障して重症化予防をサポートする保険と、患者申し出療養を保障する保険、セットで備えると医療保障の幅が広がります。それがアクサ生命の新しい医療保険です。これからもお客様の安心とより良い健やかな人生の実現をサポートしてまいります。アクサ生命。